とあって現地にお住まいの日本人の学さんと、お食事に行くことになりました。車に乗せてもらっております。マジュロの道路の反対側の東って言い方でいいんですかね。北、とにかく右に行った端っこに来ました。これが島と島の間で潮が引くと歩いていけるんですか。へえ、だそうです。昔はね、こういうなかった普通の。へえ、温暖化じゃないとかなってきてるから。あ、これ堤防なんですか、もしかして。一種のね。ほう、ココナッツはまだ大丈夫なんですよね。あれが熟れて大きくなってくると落ちてきて大変と、はい、枯れたような状態になると、はい、ね、あれとあと、野良犬には注意だそうです。え、潮多分波で高潮上がってるでしょ。はい、で詰めなかった。あ、いえ、へえ。昔僕らバレーボールですね。バレーボール、なんか人数多いような。ハロなんかお知り合いのうちにお邪魔するそうです。ハロー、こっち。僕の元大親友の家がここにあったんですけど、この家なんですけど、はい、アメリカに移住しちゃいました。ああ、そうなんですか。アメリカに移住しちゃいました、ね、アメリカに。はい、私の、はい、この家なんかもう多分ね、そんなの塩かぶりまくりだと思うんです。ああ、ね、そうですね。この家だともっと前に行ってますから。ああ、ゴミがとても多いです。あ、誰も頑張れ。これすごいですね。何ですかこれは。やたらとヘビーなゴミが捨ててあります。で、こちらゴミとか漂流物多いんですけど、ゴミ捨て場とか、あ、話してる途中なのに、はい、はい、お知り合い。こちらはキッチンだそうです。あの、家の中を通るみたいです。あの、なんかゲームをされてます。どかない、あといた。マジュロの内海のあたりです。あれがアルノ行きの船だそうです。向こう側のちょっと大きい方、バーみたいな場所でしょうか。給油するところかな。あそこら辺ヨットがいろいろ止まってるのは、まあ、人それぞれなんですけど、旅してる人もいるみたいで、例えばそこら辺のヨットもう数年止まってるそうです。ここで仕事を見つけて住んじゃってるとからしいです。夕日がすごく綺麗です。夕日じゃないな、夕焼けか。で、これからレストラン行きます。これはホテルですか。はい、ホテルで、ホテルが奥で、はい、上がレストランで、ご飯食べます。いいレストランでございます。刺身があるそうです。え、刺身。ああ、刺身、本当だ。たたき、寿司安いんですね、刺身より。寿司6で刺身が 7.5 で、まあ量が違うんですかね。夕ご飯、ビールとご飯と、マグロですよね、マグロの刺身。
で、こちらはたたき、カツオのたたきだそうです。美味しそう。タバスコかけて、醤油タバスコ。うちでもやるんですよ、日本に帰って。ビリッとしてね。マーシャル流カツオのたたき、タバスコが入ったやつ。あ、全然違う。全然違います。宿に戻ってきて、ピザを頼みました。3ドルです。